はい、皆さんどうも、ラスです。今回はですね、この Google マップの基本的な使い方に関してですね、ざっくり簡単にわかりやすく解説していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。私のチャンネルではですね、こういったパソコン関係の役に立つね、動画を配信していっておりますので、よかったらですね、皆さんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ってことで早速ね、Google マップの解説していきたいと思います。まず画面操作に関してですね、解説していきたいと思います。マウスを使ったですね、操作方法なんですけれども、まず地図画面でですね、カーソルが出てくると思うので、これをね、動かして地図のね、操作をしていきます。マウスのね、左クリックを押したまま、こうね、地図をこうマウスでね、動かすと、地図をね、こう、スクロールすることができるようになってますので、これね、皆さんやってみてください。そして、マウスのね、ホイールがある方は、ホイールをね、上に倒すとですね、地図を拡大することができるようになってますので、地図をね、もうちょっと詳細見たいなーって方はですね、これ、マウスのホイールで、上を押すとですね、詳細を見ることができるようになってます。こうやってね、拡大することができますので、やってみてください。そして、ホイールを下にね、こう回すとですね、地図を縮小することができるようになりますので、こうやるとですね、もう日本離れて、本当に世界中の国がね、見えるようになってますので、なので、ホイールを組み合わせることで、こうね、拡大したり、縮小したりすることができるので、用途に合わせてね、調節してやってみてください。他はですね、こういうなんかいろいろね、東京とか千代田区とかね、市町村のね、地名が出てると思うんですけれども、例えば東京とかクリックするとですね、この東京の情報とかが表示されるようになっています。あとはですね、ここにこう赤線でね、枠が出るんですけれども、これがね、東京の区域、東京都が、どこまでね、エリアが仕切られてるかっていうのも見えるようになってますので、例えば横浜市とか押すとね、横浜市のエリア、行政区域ですね、これを見ることができるようになったりしますので、皆さんもね、気になったらこれね、チェックしてみていただければと思います。あとはね、左の画面にこう横浜市のね、情報とか、あとは名所とかね、いろいろ出てくるので、チェックしてみていただければと思います。画面内の何もないところね、クリックすると画面がね、閉じるようになってますので、これもね、試してみていただければと思います。そして画面のですね、左上の方を見ていただくと、ここで主に使うのはですね、この検索ウィンドウですね。ここをクリックするとですね、このカーソルが当たってですね、文字入力をすることができるようになってまして、例えばここでですね、自分の好きなキーワードを入れて検索することができます。例えばラーメン屋とかね、なんか探したいなと思って、ここで打ってもらってですね、この検索って押すと、この地図に出ているですね、エリア付近のラーメン屋をですね、検索して、結果がね、左の方に出るようになってまして、なんか美味しそうなね、ラーメン屋を検索することができるようになってます。例えばこのラーメン屋の一番上に出てくる島ってところですかね。これ例えばクリックするとですね、この島さんの情報を見ることができるようになってます。お店によってはですね、この口コミっていうのがありまして、この口コミでユーザーさんのね、いろんな口コミとかを見ることもできるようになってます。他にはですね、ここに例えば行きたいんでしたら、このルート乗り換えってやつを押すとですね、ここに行くまでのルートをですね、検索することができるようになってまして、これがルート検索画面で、上が出発地で、下がね、目的地っていうような感じで設定されています。これね、さっきクリックしたんで、下目的地がさっきのね、ラーメン屋の目的地になってまして、なので出発地をね、どこにするかっていうのを地図をね、クリックするか、あとはね、ここに入れることもできるようになってます。住所とか入れることもできるようになってますので、例えばね、東京駅から行きたいんでしたら、これね、ポチッと押すと、東京駅から、このラーメン屋行くまでのルートを検索することが、できるようになってます。で、探索ルートをですね、ここ上でね、検索するようになってまして、今だとね、車のところがハイライトされているので、車でね、行くルートが、首都高ね、4号線で行って、まあ、15分くらいかかるっていうようなルートが検索されてるんですけど、例えばね、電車で行きたい方でしたら、この電車マークを押すとですね、路線のね、候補が出てくるので、ここに所要時間とか出てるんですけれども、早く行きたい方はね、この21分とかが最短なんで、320円で行くことができるっていうような感じで見ることができるようになってます。他のルートも見たいんでしたら、これをね、クリックすると、詳細がね、見ることができるようになってます。あとはですね、電車で行くルートで、何かね、優先順位を変えたいときは、このオプション表示ってやって、まあ今ね、最適ルートってなってるんですけど、まあ、乗り換えが少ないとかするとですね、乗り換えがまあ少ない順に並べ替えをしてくれたりすることもできるので、このね、ルートのオプションっていうのも使ってみていただければと思います。
この検索した後だとですね、すぐに出発っていうのになってるので、時間をね、指定したい場合は、出発時刻で、例えば今日の12時出発とかしたいんでしたら、ここをね、クリックしてもらうと、ここでね、出発時刻が選択できるんで、ここを12時出発とかすると、東京駅から、まあ、12時出発で、22分かかるんで、12時22分に着くというような、ね、結果を得ることができますし、例えば到着時刻ですね、このラーメン屋に着きたい時刻を、例えばね、13時とかにすると、13時に着くので、まあ、ちょっとね、到着時間早くなったりするんですけど、12時36分に、東京駅出たら12時58分に着きますよ、みたいな結果も得ることが、できるようになってます。あとは終電とか検索もできますね。まあ、東京駅からね、このラーメン屋行くまでの終電ですね。なんで、まあ、これだとラーメン屋行って帰ってこれなくなっちゃうので、そういった時はですね、この経路をですね、逆にすることもできます。今、東京駅からラーメン屋に行く経路になってるんですけど、この矢印、上下になんかあるマークですね。これをやると出発地と目的地を入れ替えるということができるので、これでラーメン屋から、まあ、東京駅までの、例えばすぐに出発になってるんですけど、これ終電ってやるとですね、まあ、終電の時間ですね。なので、ラーメン屋を、29分に出たら、5時52分には、まあ、東京駅に着くというような経路を検索することが、できるようになってます。皆さんね、このあたりですね、出発地と目的地を入れる部分と、あと入れ替えができるっていうのと、あとはですね、時刻すぐに出発するのか、出発時刻を指定するのか、到着時刻指定するのか、終電をね、選択するのか、あとはオプションでね、どういうルートを優先的に検索してほしいのか、車と電車と、あと徒歩と、自転車ですね、あと、飛行機ですね。飛行機ルートとかですと、東京駅ですね。こっから出発したい場合ですね。目的地ね、東京になってるんですけど、これをですね、入れ替えて、まあ、東京駅から、今度目的地をですね、例えば、まあ、京都とかにしましょうかね。京都とかにすると、で、ここでですね、飛行機ってやると、飛行機のね、ルートも1時間5分で出るというような感じになってますので、飛行機のね、ルートも検索することができるようになってます。自分の行きたい場所の検索の仕方と、行き方のね、説明に関してはこんな感じで、皆さんね、使ってみていただければと思います。あとはですね、地図表示に関してなんですけれども、こんな感じで今はね、デフォルトの表示になってるんですけど、この左下の方にですね、レイヤーっていうのがありまして、ここでね、地形を表示したり、することもできたり、あとはですね、付近の交通情報ですね、こんな感じで道路の混み具合を見たいときは、このレイヤーのね、交通情報っていうのを、クリックするとですね、道路のね、混み具合を、検索することができるようになってます。この真ん中の下の方にですね、緑がまあ、スイスイで、赤と、濃い赤になるにつれて、まあ、渋滞しているというような感じで見ることができますので、いつもね、混雑している場所どこかなとか見たいときはですね、交通情報っていうのをクリックして、見てみるのもいいかなと思います。あとはですね、電車の路線の情報とか見たいんでしたら、こんな感じでね、路線図っていうのを押すとですね、こんな感じで、この路線図がね、出てくるようになってます。路線図を出したままですね、この駅をクリックするとですね、詳細をもう少しね、見ることができるようになってるみたいですね。この、例えば大手町の駅をクリックするとですね、この路線図の、情報がですね、ちょっと太線で強調表示されるようになってまして、この大手町駅のですね、接続している路線の情報、三田線とか丸の内とかね、見ることができるようになってますので、駅の路線の情報とか詳しく知りたい方はこんな感じで、このレイヤーのところですね、この路線図っていうのを押しておくと、駅の移動とか分かりやすくなるかなと思いますので、使ってみていただければと思います。オフにしたいときはもう一回この路線図っていうのを、押すとですね、この路線図が出れなくなりますので、知っておいていただければと思います。今ですね、このGoogle マップのデフォルト表示なんですけど、この航空写真っていうのをところで、クリックを押すとですね、こんな感じで実際の航空写真、上空から見たですね、写真が、見ることができるようになってますので、ちょっとね、見栄えをもうちょっとね、リアルな感じにしたいときはこの航空写真選択してみていただければと思います。元に戻したいときはこの地図っていうのをもう一回押すと、元にね、戻るようになってます。あとはですね、地図画面から実際に現地の場所どんな感じかなって見たいときにですね、便利な機能がこの右下のですね、この人のマークがあるところをクリックしてもらってですね、このストリートビューっていうのができるようになってまして、
この水色のラインがあるとこ、どこでもね、クリックしてもらっていいんで、例えばこういう気になっているところをですね、クリックすると、この付近のですね、情報をですね、こういう実際に見ることができるようになってます。マウスの左クリックをですね、押しっぱなしにしながらこうやってね、ドラッグすると、付近のね、情報を見ることができるようになってまして、あとは面白いのが、こうやってね、道路のね、この矢印が出てるところでクリックするとですね、この先に進むことができるようになったりしてます。なので、こうやってね、道路をずっと辿ってみたいときは、こうやってね、クリックしながら、こうやって道路をずっと辿っていくことができたりするので、付近の情報をね、少し見たいなってときは、このストリートマップを使って見ていただくこともいいかなと思います。元に戻りたいときは、この左上のやつを押すと、元の地図画面に戻ります。これね、もう一回押すと、元に戻ります。こんな感じでやってみていただければと思います。右下の方ですね、ズームとかも、マウスのホイールでもできるんですけど、これをね、クリックすることで、ズームのね、切り替えができるようになったりもしますし、これを押すとですね、現在地表示を有効にしている人は、自分のね、場所を移動してくれることもできますので、これもね、活用してみていただければと思います。はい、こんな感じでですね、 Google マップの使い方、今回はね、簡単に解説させていただきました。今回の動画が少しでも役に立った、何か良かったなと思ったらですね、いいね、高評価いただけると今後の励みにつながりますので、よろしくお願いします。コメント欄でもいろいろご意見ご感想いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。